久しぶりのヴァンパイアですけど、ちょっとね、錬金で確認したいことがあって。重たい。あ、これね、これしといた方が、まあ今回確認だからどうでもいいんだけど、ミウリさんのリングとネックレスクロシスもしているので、これでフォーティファイ弓強化マークスマンで金なのが蚊にすると、それと実はカニスルートは45ワンハンドもあるので、まあ、とにかくこれでジュニパベリー 53% プラス、それに今度ワンハンドでこれを入れちゃおう。そうするとやべ、ダメージ入ってねえだろうな。もう弓が 53% ワンハンドが 53%、 これまず1本作りましょう。ついでだから2本作っちゃったか。それでですね、これがでダブルで効くか、 1.5倍の1.5倍、 2.3 倍ぐらいにはなっちゃうんだよね、ダメージがね。でさらにベアクローと、ああこれ余ってきたから、これワンハンドしか効かない。普通はこれベアクローと合わせるんで、スタミナ回復とかとやること多いんだけど、フォーティファイルとかマス組んでもフォーティファイヘルスと組んどくかい。そうすると損はないですよね。HP 増えますから。あれ ?3 つ。あれ?ジュニパベリー入ってんじゃん。ジュニパベリーいらない。これでワンハンディッド。それに、ここかな?これなんかいろんな効果が出ちゃった。ディクリーズターゲットマギカ、あ、これダメだ。あ、これで回復も入れちゃおうか。これも2個ぐらい作っとくかな。エッグが少ないんで、これでやりたいな。まあでもバカバカしいからセーブしとくと、今武器の攻撃力が刀か、あこれ愛用の刀が81なんですが、これ81、あそうか服があれだから、うんと違う違う、ここに変えればネックレス変えて、あちょっと待って、あれ、アサアミレット、ザボスのアミレットと2ついいか、別にめちゃくちゃ強いから。もともと指輪は何はめてたっけ普段、あこれだ。でまあとにかく111で、ポーションのさっきの弓と片手強化フォーティファイマックスマン、これが弓が 53% で、あそう弓はね 53% しか強化、あ弓持ってないんだこいつ。片手剣しか持ってないですね、弓使わないから。でそれどうでもいいんだけど、マックスマンとこれ二重に飲んだら二重に効くかどうか、あ、結構これ昔のボロいやつだ。こっちかな今作ったの。あ、これだな。まあいいや。50、あ、こちらの50にしとこうか。ボロい方で。52×52。でもこれでも 2.25 倍だから。300。もうこれだけで、100だった攻撃力が3倍でしょ ?300。それでさらに、別のポーション扱いになるかどうか、 28% これいらないんで、
ダメージ4セコンドってある。あ、これ全くいらない。実験的にはこれの方がいい。あ、増えない。ということはやっぱり、フォーティファイマークスマンと、ワンハンド同時アップのカニス、カニスルート。これ使って作っとくと、かさばらないし、2本飲まないで1本で、1本で3倍。攻撃力3倍。だから、これやばいんだよね。これで、こう両手で持って、デュアル攻撃すると、300と400だから。これで1回回ると、エンシェントドラゴンも何でも、即死？当たり前だよなと。そういうことです。だから、やばい。この、カニスルート。カニスのね、最強ですね。これさえあれば、まず負けません。